アオンセンターはアメリカ合衆国入りのューシカゴ市にある超高層ビルである。アモコビルとも呼ばれる。エドワード・ダレル・ストーンの設計で1970年に着工し1972年に完成したモダニズム建築で83階建て、高さ346.3メートルのビルはウィリスタワー及びトランプインターナショナルホテルタワーに次 シカゴで3番目に高い超高層ビルとなっている。アメリカではエンパイアステートビルに次ぐ4番目の高さのビル。世界では14番目に高いビルである。オフィス専用ビルとなっており、一般の人は地下を除き入場できない。ニューヨーク世界貿易センタービルの高さを低くしたような形になっている。ビル完成当時の名称はスタンダードオイルビルディングで、 ビッグスタンの愛称で呼ばれたが、アモコへの社名変更で1985年からアモコビルディングとなった。1998年にアモコはブラックストーングループへビールを売却し、翌1999年にこのビルに本社を置くことになる保険会社 A オンにちなんでアオンセンターと改名された。しかし頻繁な改名のため、市民の間では未だにビッグスタン、 アモコビルと呼ばれる。現在は世界有数の保険会社、リスクマネジメント会社、エイオンが本社を置き、最大のテナントとなっている。エイオンはアモコを合併しその一部門とした、赤い大手 b p とサブリース契約を結んでおり、エイオンがさらに多くの会社にオフィスを賃貸している。このビルは、当初、壮大リ縛りのビルであったが、風の強いシカゴの過酷な気候のため、 イタリアのカラーラさんの大理石が剥落するようになった。このため、1990年から1992年にかけて、新築当時の工費の半分をかけてすべて白加工岩に張り替える羽目になった。ビルは鋼鉄中部構造を採用しており、外周部に巡らされた V 字型の断面の柱が建物を支えている。この形状の柱により、耐震性能の向上や、 揺れと曲がりの軽減を実現し、合わせてチューブ構造の採用でビルのオフィス部分から邪魔な柱を減らすことにも成功した。ありがとうございます。